ユルキタパニカ大年は、フィンランドの政治家。2014年から、欧州委員会の副委員長兼雇用、成長、投資、競争力担当委員。2011年から2014年には、第63代首相を務めた。フィンランドのシーリン・ヤルビで生まれ育ち、1993年に、シーリン・ヤルビの市議会議員になるまでの間は、非常勤講師として過ごした。 1999年に北サボ県からエドスクンタに当選し、2001年から党首になる2004年まで、その副議長を務めた。2003年3月、欧州人民党の副党首に選出され、3年間、務めた。2007年の議会選挙では、過い年の国民連合党は躍進し、フィンランド社会民主党を抑え、第二党となった。この結果、 フィンランド中央党、国民連合党、緑の同盟、スウェーデン人民党の連立内閣となり、カタイネンは財務大臣及び副首相となった。2008年11月、フィナンシャルタイムズ紙は、カタイネンをヨーロッパで最高の財務大臣と評価している。2011年4月の議会選挙では、中道右派である国民連合党が独立フィンランドとしては、初めて第一党となった。 長い政府形成交渉の末、六政党の連立内閣となり、片イ年は2011年6月22日にたるや、ハロネン大統領により正式に首相に任命された。2014年6月24日、欧州委員会の経済、通貨問題、ユーロ担当委員に就くため、首相を辞任した。欧州委員には7月16日に就任、この時に副委員長にも選出された。 同年11月に欧州委員会委員長がジョゼマヌエル・ドゥラン・バローゾからジャンクロード・ユンケルに交代してユンケル委員会が発足すると副委員長兼雇用、成長、投資、競争力担当委員に任命された。ありがとうございます。